チャオ、あっちゃんです。ちょっとね、この動画は道徳的なライブになります。で、できる限り、ユーザーさん、視聴者さんの名前を出さないようにやっていくけど、うまく伝わらないかもわかん、うまく伝わるかどうかちょっと不安やねんけども、すごく大事なことなんで聞いてください。今日ちょっと朝からね、コメント欄でね、今日のお弁当の動画、ちょっと待ってね、今日の今日出したお弁当の動画ね、豚のポン酢生姜焼き弁当、1学期9日目高校男子のお弁当作り137日目っていう動画にねコメントをいただいてたんですが、2日前のねお弁当動画にね、コメントをいただいてた視聴者さんがいて、それで、その彼女はアドバイスをするつもりで誹謗中傷をやめようとしません。私が注意するとそれを楽しむかのように返してきます。大人として社会人として彼女に気づいてほしいです。一人で戦うのも限界です。私は今までどれほど泣いたか、あっちゃんのライブに参加できなくて孤独です。みんな私のことを笑ってるように思えるからです。どうしてもスルーできない私が悪いんですか、教えてくださいってコメントをくれてんだけどね。いや本当ね、これまーちゃんがねコメント欄を全てね把握できてたらよかったんやけど、日数が経つごとにコメントっていうのがね下がって、みんなはね動画見てくれてるから動画で来たり、コメントのレスがあると返ってくるんだけどね、あっちゃんのところには通知っていうのが来ないねんね。で、新しいコメント、一番どの古い動画であっても新しい動画であっても一番上のトップに書いてくれたコメントっていうのはそのコメント一覧に反映されてくんねんね。で、誰かが2日前に書いたコメントに、リプライ、レス、ぶら下がりっていうのをして、それにまたぶら下がってってなってきたって、あっちゃんってもう2日3日4日前のコメントっていうのは2日3日前のコメントとして下の方に行ってるやつのリプライとして見えるから把握できへんねんね。だから分からんかってんけど、こうやって書いてくれたことでちょっと見返してみました。はい、ありがとうございます。で、心痛めてね、ほんとつらかったと思うねんけども、なっちゃんがね、こうやって気づいてあげられたらよかったんやけど、ごめんなさいね。ってことで、それにね、何人もの方がね、リプライしてくれてて、大丈夫ですか、悩まないでとかね、大丈夫ですかって、せっかく杉なっちゃんの動画見に来てるのに嫌な思いとかストレス感じるのは辛いよねって書いてくれてたり、そんな感じでね、思い詰めないでねとかね書いてくれてる人がいてる。で、またね、このような動画で思い悩む方もいるんですねって、確かに言い方はきついかもしれませんが、見当違いなことを言ってると思います。突っ込まれる要素満載の配信者ですもん。で、ツッコミ側の方の人の意見も書いてくれてます。で、でね、いろいろあってね、で、本当ね、コメントがいっぱい、書いてくれてます。で、そのところでね、ちょっとその2日前の動画に戻って、見てみたいと思います。で、2日前の動画っていうのが、汁なし焼き豚弁当ね、汁なし焼き豚弁当の、動画やねんけども、そこのところにね、コメントくれてて、一番トップのコメントがね、いつも思うけど顔洗ってから動画回して始めるんじゃダメなん、寝起きドッキリじゃあるまいし、目やにとかついた顔よくさらせるねって書いてあるコメント。でそれに対して、また違う人が、うほほーってきたって感じって、また感じのコメントをくれてて、でそこの下にね、いつも思うけど言葉トゲトゲしいよねって、ストレス溜まってんの、お金あるのに大変ですねって書いてくれててね、でそこにまた目くそって言わんだけありがたいと思え、金はあり余るよって、またそこにね、トゲトゲしよう、スルーしようと思ってもどうしてもスルーできないって、可愛いのに残念だよって、
ならまたその人が、ごめんねこれ名前言わへんかすごい分かりにくいけどね、じゃあなんて注意すればいい、目くそがお付きになられておりますのでお顔を洗われてから動画をお回しになってくださいましって感じって、でまたそうじゃなく言葉遣いこれもうなんかこうねちょけてるんやろうとは思うねんけどね、でまあそうじゃなくてあっちゃん毎回傷つけるようなコメントやめてって、まあそう書いてくれてんねんけども、ねまた寝ぼけた顔で動画撮るのが普通なんとか、あなた仕事学校とかそういうふうに言ってんのって、うん、でそこでヒカキンがそんな顔で動画投稿してないから人気あるんやろってまたそういうところをねこうまた誰かとこう比較するんだけど、あっちゃんはね、まだいっぱいコメントがあるんだけどまた読んでるけども、一番最初のねその人のコメントにあっちゃんがまあレスするとしたらね、あっちゃんねるは作られたものです、あっちゃんねるは YouTube っていうのは作られたものです、生活まるまる垂れ流し動画ではありません、まあ、それをしてる人もいてる、でもそれは YouTube としての使い方としてどうなんだろうってあっちゃんは思うね、あえてあっちゃんはなんでそんな寝ぼけた顔してるのかっていうと、まああっちゃんの中のイメージやねんけども、お母ちゃんっていうのは毎日大変で、お母ちゃんっていうのはいつも着飾ってメイクをしてキラキラしてドラマの なんだろう、あっちゃんからのイメージでお母さんって誰やろう、松嶋菜々子とか、松嶋菜々子とかね、松下由紀とか、あと誰やろお母さんのイメージ、真矢美希とか、まあああいうちょっと綺麗な お母さんがね、おはよう、今日は卵焼きが焼けて鮭の塩焼きができているわよ、早くお食べって、そんなお母さんのドラマのイメージじゃなく、ほんまの自分のお母ちゃんって毎晩ね旦那さん子供の面倒を見てみんながもう口開いていびきかいて寝てる時にお母ちゃんはまだ洗濯回して、で昼晩にとっこんだやつを畳んでやさぐれて、で子供がねなんだろう破いてきたねジャージを繕いながら、もううちの子は何もせん、うちの旦那も何も家事も手伝ってくれへん、ブーブーブーって言いながら、またゴミ捨ててやるもんってゴミポンってゴミ投げて、明日はゴミの日だわってもう大変やわって言いながら、やさぐれた、あ疲れた、さあ寝ようって夜中2時3時4時に寝る、で、はあ、5時かお弁当作ろうって朝起きる、実際睡眠時間3時間4時間しか寝てなくて目の下にクマ作って、はあ、しんど、朝起きんのめんどくさ、お弁当作らな、めんどくさって作ってるお母ちゃんが世の中多いと思うねん。ね、ドラマの作られた朝からバッチリメイクして、もうちゃんともう熊取りまで熊取りで言い方悪いけど、ちゃんとアイラインバッシー入れて、もうファンデーションコテコテって塗って、もうねチークピャー塗って、口紅プシャー塗って、もう着飾ってドレス着て、さあお弁当作るわよ、あ今日もお目覚めバッチリって言って布団から出た時にメイクしてるような女優さんは作られたものです。そうじゃなく一般のお母さんのイメージは、あっちゃんは、めんどくさい声で、わー、まあ、こんなもんめんどくさい、弁当は、まあ、毎日のことやけどって、なんで弁当を食べる奴らがまだ寝とんのに、私早起きで弁当作らなあかんねん、ぐらー、言いながら、お弁当作ってるお母ちゃんがこの世の中に多いとあっちゃんは思ってんねんね。それをあっちゃんは演じてるわけ。ナチュラルにね。だからあっちゃんが起きて、あっちゃんが夜中やっぱり2時3時まで、いろんなことやって、動画編集もやって、で子供の洗濯もやって、でいろんなもんね洗い物もして、で晩ご飯食べた後の洗い物もやって、さあ寝るぞってなったんが夜中2時、さあ、5時前に起きてお弁当作る、あーしもた5時20分や寝坊してもうだ、慌てて作らなって言いながら作るお弁当、それがあっちゃんのお弁当動画やねんね。だから朝起きてきて、おはようちゃんな、ボンジュー、シャワー、ボンジュールフランス語やね、ボンジュールのあっちゃんです、あ、眠たいわ、言いながら、さ
目覚ましに河原ってくるわ。言って河原に行ってジャブジャブってなって、はい、では作っていきましょうって元気を出して自分のテンションを作る、その裏場面を見せてる。そっからが始まるのがあっちゃんお弁当やねんね。だからこれ作られたもんやねん。っていうかあえてそれをしてんねんね。これ何回か過去にも言ってるはずです。で誰かが書いてくれてた、その後の方でね、あっちゃんは以前に、あっちゃんの朝の動画に関してはあたかも寝起きじゃない作られた感じ満載の動画が嫌だって言ってた。だからリアルに寝起きのまま撮影してるんだと思うよって書いてくれてるね。作られた綺麗なもの好みならテレビでも見てればいいんじゃないのって。大衆向けなんだし、逆にこういう個人の味を出せるのが YouTube の醍醐味じゃないの。実際にリアルなあっちゃんを親近感に抱くファンもいてるはずです。そう書いてくれてんねんね。でそこにまた反論で、そういう考えだから何年経っても1万人突破できない底辺 YouTuber だと思わない、親近感湧くファンよりも不潔、不快だと思う人の方が多い、全てが評価に出ているよって、伸びなくてもいいならこのままの家でもいい、行けばいいと思うよって書いてくれてるけど、あっちゃんはもちろん夢は10万人、100万人、日本一の YouTuber になりたいって思うけども、かって言ってキラキラ作られたものが本当にトップに立てんのか、じゃあ作られたというかそういうね、あえて、そういうなんていうのかな、一般庶民の作り方っていうのはどうなのか。だから作られたキラキラしたものは一瞬脚光を浴びても消えていくのも早い。ね、花の命は短いって言うけど、ね、20代のアイドルがキャピキャピ、じゃあ10代20代のねアイドルがキャピキャピして歌って、で踊って歌ってわーやってても、もうね20代半ばになったら賞味期限切れって言われて解散したり引退したりしていく。その中で寅さんのように何十年って続く映画もある。寅さんは何かって言ったら、そこにキラキラしたものはあっちゃんないと思うねん。はっきり言って東京の下町の一おっさんの物語、人情味あふれるね、まあ、あれも作られてるし、ある意味キラキラさせてる、あえてあれでもまだまだ脚色はされてると思うけど、ある意味ドキュメント的な、昔のトラック野郎でもそうやねんけども、あれでもあの時代に何十年十何年、ロング超大作ってね、十何年やられてきた映画やねんけども、そうやって息の長いものっていうのはドーンと伸びひんでもいいねん。この低空飛行でもいいから長くやっていきたいっていうのもある。長くやっていくうちにそれを見てもらう人が増えてきたらいいんじゃないのかな。はっきり言ってね、何年も経って1万人突破できてない底辺ってよく言うけど、YouTube っていうのはね、そこまで行かない人の方が多い。はっきり言って1000人行かずに辞めていく人がもう8割ぐらいいてんねんね。で1000人超えて、3000、4000、5000、6000から1万ぐらいのところを低空飛行する人が一番多いねん。でやっぱり1万人から10万人の間っていうのはまあまあ少ない部類やねん。で、10万人超えた人なんてほんの一握り、100万人を、超えた人なんてほんの米粒程度の人数しかいてないねんね。そんなピラミッドで成り立ってる。だから1万人行ってようが行ってなかろうが、変な話、息の長い YouTuber とポッと出てポッと消えるような一発屋のような YouTuber、 どっちを目指すのかっていうと、一発屋でね、例えば PPAP のようにね、一発屋で、ドーンと出て YouTube で、PPAP だけで、億単位を稼いだけども2期目の土壌はいてなかった。ああいう風な脚光の浴び方はしたくない、今はあっちゃんはね。そうじゃなく、やっぱり息の長い YouTuber になりたい。もちろんヒカキンとかはじめ社長みたいにね、もうなんていうの、安定の域に入ったトップ YouTuber はいてると思う。で、あの人たちは何かっていうと、ある意味ね、視聴者層が子供、あっちゃんはそうじゃなく視聴者層が大人っていうところを目指してる。だから全く、同じ作りをしていてはダメやと思うね。で、ヒカキンの真似をした時点でもうヒカキンキッズって言われて、単なる、なんだコピーやねんね。こんな目くそつけながら今から弁当作れますいう動画なんて出してるバカおらんと思うね。だから唯一無二、それに賛同してくれる人が増えてきたらそれでいいと思って、でこのコンセプトも今やってるけども、どこまでどうやる、こんなん言っててもね、お弁当作りなんてはっきり言って下の子が高校出たら終わっちゃうかもわかんない。
だから今限定的なコンテンツであってね、朝起き動画なんてなかなかできへん、そういうのでやってんねんね。まあさ、そこのところにツッコミ入れる人もいてると思う。で、面白おかしくツッコんでくれるのは全然 OK で、あっちゃんに対して言うのはいいんやけども、視聴者さんに対してそうやって、噛みつくのはやめてほしい。で、ね、このまあね、名前出しそうになったけども、この、まあ、このユーザーさんね、悪い人じゃないと思うね。確かにね、言ってることも間違ってはない、まあ、見る側の立場としたらやっぱり、目屋についた顔を、ね、で出すよりももっと着飾ってやった方がいいよって、朝からドレス着てねお料理作ったらそりゃいいかもわからへん、かつてそういう着飾った動画ってどうなのかなとあっちゃんは思うねんね、だからそういうコンセプトでやってる。もちろんね、ロリータ服があっちゃんのトレードマークやってんけど、今そっち最近着てないんやけどもね、その路線貫くっていうのもありはありやねんけども、どういう路線でやるかっていうのはまだ、確定はしてないんやけど、いろいろね、考えてることもあるのはあるんやけど、だからその、まあ、動画に対するね意見なりそういうの言ってくれるのはいいと思うんやけども、ね、そんな、悪い人じゃないと思う。前もね、大食い早食いに対してあっちゃんはちょっと注意喚起をして、でその時にあっちゃんは今も言った通りパッと出て脚光浴びてさっと消えていくような YouTuber にはなりたくない、噛んだら噛むほど味が出るスルメのようなね、人情味のあるはぐれでか純情派のね、藤田誠みたいなね、味のある配信者になっていきたいって思うからね。だからそんなにズバ抜けて目立っていきなり登録人数がもう日に日に何百何万人何千人集まって、毎日毎日ボン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 があって半年1年でもうね1ヶ月に1万人2万人増えていくようなね、そういう、駆け足な YouTuber を目指してないねんね、だからそこのところ、まあ、思ってくれてもっともっと伸びていくように言ってくれてるかもわからへんねんけどもね、そのやり方っていうのはあっちゃんのやり方じゃないのね。でそれを分かってくれてる視聴者さんと分かってない視聴者さんの、こういうせめぎ合いみたいになってるとは思うねんけども、前だからほらあの時大食いか注意喚起した時でもあっちゃんはそれとかゆっくり時間をかけてやっていきたい、言ってもそれは被害者が一日でもね早それがクリアできたら一人でも減るからやりたいという気持ちも分かるし、お金出してくれるっていう気持ちもありがたかった。でもあっちゃんとしてみたらそうじゃなく自分のペースでねやれることをやっていく、それに賛同してくれる配信者が出てきて、あっちゃんの手柄じゃなくていいねん、もっと有名配信者さんがあっちゃんの動画を見て、あそれで賛同するって、私も一緒にこうそういう注意喚起するよっていう人が出てきてくれたらなと思って、あっちゃんは何て言うかな、一石投じたわけやねん。そっから波紋が広がって大きくなればいいと思う。一発目ポンって石投げないといけない、その石をあっちゃんは投げたと思ってね、それに対して他の人たちも賛同して私もその活動するよっていう人が出てきてくれたら嬉しかったんやけど、なかなかそうやってね大手さんにはまだ広がってない。で大手さんに広げるためには今行っていきなり大手さんに会って、こういう活動してるからあんたもしてください言って動いてくれるわけじゃない。だからはっきり言ってこんな活動でもね、大食いチャレンジをなくそうと思ったら1日2日ではなくならない、やっぱ5年10年単位で考えてやらないといけない。これはあっちゃん昔から、まあ仕事やってた頃からそうやねんけど、車の部品作ってね、新車が出た時に車のパーツを作って売れ出すのって5年後、で結局回収できるのって8年から10年後、そんな長いスパンでお仕事してね。だけども税理士なんかやったら1年スパンで、今年こんだけお金使ったのに回収できてない赤字の仕事はやめなさいって言うねんね。いや、やめずに続けてたらいずれ儲かるからって言って、8年5年目6年目からそろそろ儲かりだしてて、8年目ぐらいから儲かるっていうシステム、それがお商売やねんね。 YouTube もそうやねん。そうやって何年も何年もかけて変えていくっていうのがあっちゃんのスタンスやねん。だからそれに対してまあそうやってね、すごく先急いで言ってくれてるのは分かるんやけど、温度差がそこに出てきてるからね、うまく伝わらへんかったんやけど、結局、ママドールの歌を聴いてくれて、心入れ替えてくれて応援してくれててんけどもね、そういうちょっとしたことでまた行き違いになったユーザーさんやと思うねんこの方ね、だからこそ、一緒に応援してくれてるユーザーさんに噛みつかないでください。であっちゃんはね何言われても全然平気です、だって自分のマイペース
マイペースで動いてる、あっちゃんは。だから自分が一生懸命駆け足で動いてもできへんのは分かってる。で、自分はそんなに何かできる人間じゃないのも分かってる。だからこそゆっくりゆっくりにね、温めて、ゆっくり温めていくごとに周りの人間が気づいてやってくれて、その活動が他の人の手柄でもいいね。いいことはね、もちろん収益に関しては自分の収益やからね、得るために頑張らなあかんのは分かってる。そうじゃなくね、こういう社会的活動っていうのはね、この前からの人を吊るし上げる配信者であったり、いじめ問題であったり、煽り運転であったり、学校児童相談所の不手際であったり、覚醒剤麻薬、ね、の問題であったり、いろんな問題定義をあっちゃんがする。それが解決に向かうのはあっちゃんがする、一生懸命頑張ってするっていうのももちろん知らなあかんけども、それだけじゃなく、あっちゃんのこの活動を見て、あ、私も賛同するから一緒になってやりたいなっていう人が出てきてくれたらと思ってやってんねんね、うん、だからそうやってあっちゃんはその企画っていうか注意喚起が一人歩きしてくれることを望んでやってんねん。自分一人なんてやっても所詮一馬力なん、一馬力で動いたところで何も変わらへん。これがね、10人100人1000人1万人になって国民が動いてくれる、それが大事だと思うね。この前の前にも言ったと思うんだけど、コンビニの24時間営業がね、セブンイレブン7時から11時違ったっけね、もうちょっとあれね、時短営業、一回店閉めてもいい、違約金取らないっていうのも、結局あの店主が頑張ったわけでもなく、セブンイレブン本部が頑張ったわけでもない。みんなの意見が、一般国民が声を上げることによって何万人何千人何十万人っていう人の声がそこを動かしたんやと思うね。だからこれ国会もそうやし、法律もそうやし、いろんな犯罪もそうやねんけど、民意っていうのはすごい大事やねんね。だからそれをみんなで意見を言ってもらえる、みんなでこう賛同して動いてもらえるっていうのためにあっちゃんはやってんねん。だから今回もあっちゃんのためを思って書いてくれてる意見あるけど、あっちゃん自体はもちろん、なんであっちゃんは10万人100万人に上げたいか、もちろん収益を得てお金持ちになってうわうわって、いや違う違う、それもしたいで、もちろんそれで六本木ヒルズに住んでね、マクラーレン乗ってね、ね、美味しいもん食べてね、優雅に過ごしたっていう気持ちもあるで、もちろん全く野望がないわけじゃないで、でもそれよりも何のために登録人数を増やしたいのかっていうと、登録人数が増えるといろんな人に見てもらえることによっていろんな拡散ができんねん。で、今回いじめダメだよっていうのをあっちゃんがね、一配信者が吊るし上げして、こんなことしてこんないじめダメだよってなんぼ言ったところで広まらない。あの動画でも1万再生いくか いってなかったんちゃうかな。同じ、全く同じことをヒカキンが言ったら一気に何百万再生何千万再生できて、その人たちがそうだヒカキンいいこと言った、全く同じこと、あっちゃんが書いたセリフをヒカキンが読んでくれてもね、いいこと言った、さすがだって、みんなでしようぜってなるはずやねん。それは何かっていうのは登録人数やねんね。そのためにあっちゃんは登録人数を増やしたいと思ってんねんけど、まあ、あっちゃんのこのキャラクター上増えへんのは分かってんねん。あっちゃんって喋りが下手やし、見てくれもこんなんやし、キャラクター的にね、あんなヒカキンみたいな、なんていうのかな、万人に愛される人間じゃないのは分かってんねん。でもやりたい気持ちは誰にも負けへんねん。この世の中を良くしたいなっていう気持ちは誰にも負けへんねん。だから今できることをやってる。だからこそ早く1万人や10万人100万人ね、こうやってトップ YouTuber になりたいねんっていうのがそこやねんね。こんな綺麗事に思われるかも分からへんけどね、あっちゃんね、今までこうやって生きてきて、もうこの年やねん、この年まで生きてきてね、何を野望に思って、この年から億単位稼いだところで使い切れへんし、子供にあげたところで子供がバカになってしまう。自分でお金なんて稼いで生きていかないとバカになってしまう。だからそんなものをあげる気なんて毛頭ない。もちろんノウハウとかはあげるつもりやけど、こうやって世の中回っていくんだよっていうのは教えていくつもりやけど、お金をギラッと何億あげるからお前たちはこれで優雅に暮らせなんてやる気はない。だから何かっていうと、この、ね、
日本っていう国に生まれて、この世の中に生を受けてね、もう向こうの世界に帰るのは近い。今まで生きてきたほど生きられへんと思ってるし、で、ある程度この人生を歩んできてね、この人生というかこのね世界に何かを貢献して、ね、死んでいきたいなって思う。だからこそこういう活動をこれからしていこうと思うね。もちろんそれするためにお金もかかってくる、時間もかかってくる。それでまだ子供が小さい、小さいってことはないけど、まだ子供も管理下にある。だから子供の手が離れたらもっともっとそこには動いていける。そういう社会活動をもっともっと頑張っていきたいと思うね。これ変な話ね、あっちゃんって社会活動嫌いやったし、ボランティアも大嫌いやったし、なんで人にそういう施しじゃなあかんねんって、自分で稼いでなんで自分で使ったらあかんねんっていうバカな人間やったん、てかダメな人間やったんね、今までね。だから自分の好き勝手、バイク買って、車買って、会社買って、改造して、お金使って、人のためじゃなく自分のためにお金を使いまくったバカな人間やったん。ここ数年ね、ちょっと考え方が変わってきて、どん底生活からいろんな人の支えがあって、こうやって生きられてもらってるんだなって思えるようになってきて、何か還元したいなっていうのがやっと具体化してきて、でここ最近やねんけども、寄付とか社会活動していきたいっていう気持ちになってきたね。でそれがね、変な話、伊手田の3年占いっていう本に載っててんけども、この2019年20年からかけてあっちゃんの中で考え方がコロッと変わって、今までが、自分がっていうががあったのが、そうじゃなく、世間に還元したい気持ちが湧いてないわって思ってね、それはないやろって思って読んでたんやけど、実際この年になってきて、この今年2018年から19年を迎えるにつれてね、その気持ちがめちゃくちゃ高まってきてんねんね。実際の話、これ、石井なんとかさんっていうね、伊手田の3年占いっていう本読んでもっと分かると思うねんけど、その気持ちがめちゃくちゃ強くなってきてる。でそのまま社会に貢献して、で向こうの世界に帰るんが自分の人生なんやろなって思ってんねん。だから YouTube に巡り会えた。車屋さん、レース屋さんなんかしとったらね、自分がじゃないとダメなんよ。うちのチームが勝たないといけない、勝つためにはね、ルールギリギリまで攻めてやらないといけないとか、勝つために人を蹴落として勝たないとっていうのがあったんが、今は勝つためにはみんなで勝たないといけない。変な考え方がね、変わってきたね。だからそれをやっていきたい。だからこそ変な話、このね2人じゃない、それを巻き込んだしか、みんなががね、そのところにコメントしてくれてたりするんだけど、そのコメント自体がね、みんな言ってる方向は一緒なんで、変に我が強いというのかね、言葉遣いだから言ってみたらね、いいこと言ってんのに言葉遣いってあっちゃんよく言うけど、朝からもっと着飾って撮った方が再生回数も稼げるし、見た感じ不快やと思ったらすぐに再生止められるよって、登録されへんから着飾った方がいいよって言ってくれる意見と、めくそついて汚い不潔なそんな配信するなよ、同じこと言ってんねんね。でそこでめくそついたのがバカじゃない、だからハゲって言われんねんってまでつけてみたりとかね、そういうね余計な一言と言葉遣いだけでものすごくいい意見が汚い意見に変わってしまうね。だから意見っていうのは、それをあっちゃんは受け取れます、もしかしたら受け取ります、受け取れへん時もあります。でも周りの人はそう受けない。変な話ね、アンチがつくとファンがつくの、ファンがつくとアンチがつく。これ何かっていうと、アンチの汚い言葉を発することによって、ファンの人が汚い言葉を吐いて、かわいそう、守ってあげないとって思ってくれてファンになってくれんねん。で逆に、この人すごいすごいすごいって言ったら、何がすごいねんって、こんな変な配信しとって、所詮 YouTube ごとき、 YouTuber ごときが動画配信してお金稼いでる、どうのこうの、でも私は一生懸命汗水垂らして働いてこんだけ稼いでんねん、そんなアホみたいにカメラの前で独り言喋ってるようなやつが金稼いでふざけんなよっ
ってアンチになっていく人も、なんでこんなんで褒められるの、私お弁当作っただけで誰も褒めてくれへんよ、ご飯作って当たり前や、まだまずいって言われんのに、この人はなんでこんな汚い料理作っても美味しいって美味しそうって言われんねん、腹立つって言ってアンチになる人もいてる。まあそれだけじゃないけどね、そうやってアンチも増えていく。だからね、アンチファンっていうのはそういう絡みで増えていくんやけど、でも目指していってるところ一緒やねん。なんでかっていうと、同じ動画を見て同じ感覚で見てくれてる、それが負の言葉、負のオーラで、見てるのか、なんだプラスのね、ポジティブに見てくれてるか、でも目指してるところは自分がいい生活をしたいっていうところやと思うね。自分が落ちぶれて、もうこのまま、もう収入も減って仕事もクビになりたいねんちゅう人なんかいてないと思うね。みんなポジティブに生きたいはずやのに、言葉一つでネガティブなことを言うて嫌な気分になる、嫌な言葉を吐くことによって吐いた人もいい気持ちにはなれてないと思うし、周りの人間も嫌な気持ちになれてない。だってさ、こういうエレベーターの中に入ってました、みんながこう楽しいねって言って、そうだ、私この密室空間エレベーターの中で数分、まあ、2分ほどエレベーターに乗ったとしてね、みんなやっぱりこうぎゅうぎゅう詰めでいろいろあるから、なんかみんなに癒しのね、なんだろう、あれアロマオイルを一滴垂らそう、ポチョンって垂らして、みんないい香りだ、癒された、あいい空間だったわって、みんなと乗り合わせてよかったわって思うか、ブリッてへこいてくっさくっさでかい動きだった、うえってなっていやいや2分間我慢するのか、それが、汚い言葉を見て同じみんながいい、ね、動画を見てね、動画を見るっていうのは嫌な気分になりたくって動画を見てる人っていてないと思うね。だから嫌な気分になった動画は見なくてもいいし、嫌な気分になりたくないのに、そこで嫌な気分になったからって嫌な気分になったよって吐き出すことによってすっきりしないはずやねん。それでももう見なければいいんやね。でもまだまだ見に行くのに嫌な言葉を吐いてくることによって自分の心が汚れていく。で、それを見た周りの人たちの心だってよどんでいく。だから負のオーラ、負の言葉でコメントを残すことが百害あって一利なしやねんね、だからいいコメントをしろとは言わない。でも言葉遣い、いい大人、せめてね、いい大人がの社交場っていうのがコメント欄やと思うねんけど、言葉遣いを気をつけよう。それがあっちゃんからみんなに、お願いとアドバイスやねんね。動画を見る中で負のオーラを撒き散らすことによって周りの人を巻き込んで自分まで嫌な気分になるだけやねん。こういうやり取りになって書いた人も書かれた人も絡んだ人もみんなが嫌な気分になってくると思うねんね。だから最初に書く人っていうのはまずぶら下がられるっていうこと、何か反論されるっていうことも心の中に入れてね、言葉を選ばないとダメで、言葉を選んだ上で噛みつかれるっていうのはそれは噛みついたものが悪い、もちろんだから、それはあーちゃんはダメだよって注意はできるけどもね、だから最初に書く人っていうのはもう言葉遣いもね、で噛まれるのはわかる。だからってそこで反論しとったらね、結局一緒、余計にそうなってくる。反論され、何かにね書いたことに対して反論されるっていうのはその人の言葉遣いとかが何かあったんやと思うね。で、それに負のぶら下がりっていうのはやっちゃダメです。あっちゃんそれ見つけ次第注意します。今回ちょっとね、前のね、2日前の動画やったんでちょっと気づかへんかったんやけども、気づいてね、あまりにも負のオーラでぶら下がってる人にはちょっと注意していこうとは思ってます。これ前もやっとってんけどね、キリないからあんまやってなかったんやけど、やっぱりやっていかないといけない。なかなかね、コメントに介入するの難しいんやけどね、だからこういうところね、ちょっと注意してほしかったなと思うの。で、これね、一番最初のコメントあっちゃん見てて、で、2人目がぶら下がったの知らんかったんやけど、一番最初のコメントでね、寝起きドッキリあるまいし、目やにとかついた顔よくさらせるねってことで、これあっちゃんのコンセプトやねんって返しときゃよかったんやけどね、それ気づいとってんけど、まあいいかと思って、知ってる人もいるし、まあ無理に書いてんのかなと思ったりもしててね、ちょっとこうスルーしてたあっちゃんも悪いんやけどもね、まあそんなこんなで、あっちゃんのコンセプトは基本、そういう生活垂れ流し的なエンターテインメント動画やね、あえて作ってるところもある。お料理だって、あっちゃんは黙って作ったらもっと早く作れて、黙って作ったらもっとちゃうもんが作れる。でもみんなに喜んでもらえて、あ、こんなレシピあるんだっていうのがあるから、変なもの、たまに失敗する創作料理を作ったりもする。なんでかっていうと、同じもんばっかり作っとったら、美味しいもんばっかり作っとったらそれでいいんやけど、そうじゃなく創作料理を作ることによって配信者っていうのは生きてくるんよ。毎日ね、肉じゃが、カレー、
肉じゃがカレー、鶏の焼いたもの、豚の焼いたもの、牛の焼いたもの、お魚煮付け、お魚焼き、お魚お刺身、はい、この8個のローテーションだけで生活できます。でもそこにお魚にハーブを入れる、マリネにする、カルパッチョを作る、お魚ハーブ香草パン粉焼きにする、ミラノ風カツレツにする、唐揚げにする、鶏唐揚げだけじゃなく魚の唐揚げにする、魚の唐揚げを魚とバレないように肉のように炒めて唐揚げにする、あとお肉を叩きにしてお刺身風に食べる、生レバが食べたいけども食べられへんからエイレバを生レバで食べるとか、そういうわけわからんことしていくことによっていろんな幅が広がっていく。そうやってレシピの幅を広げていかないと配信者は飽きられていく。これあっちゃん配信してなかったらもっともっと、なもうあカップ麺でやろう、今日はあもうめんどくさい、お惣菜買うてくるわって普通の主婦の生活と同じことしてると思う。だって誰にも見せへんからね。でも見せることによってあっちゃんは新しいものを作っていかないといけない。でその中でチャレンジして失敗作も作らないといけない。だから昨日の晩、あ言ったかまだ、動画のタイミングがずれる、これは先出すから言ったらダメ、まあ、いろんなね、そういうね、変わったものを作っていくっていうのが YouTuber だから、あえてトーストの上に生魚乗せてみたりとか、エイの肝を乗せてみたり、ある意味それで美味しかったから美味しい、まずかったらまずいっていう、でもあえてそうやって、ネタでぶっこんできたものが美味しかった、うわ美味しかったよって、そういう意外な楽しみっていうのも今楽しんで、そういう、ね、意外なことを楽しんでる自分がいて、それを動画にすることによって楽しんでくれる視聴者さんがいてる、ウィンウィンの関係を保っていってる、それがあっちゃんの動画やねんけど、こんなもん正直ね、あっちゃん動画回してへん方は毎日同じようにベーコンとハムとコークンのヘビーローテーションのピザトースト、たまに卵を入れた卵サンドぐらいしか食べてない朝なんて、そんなもんよ。いやもしかしたら朝ごはん食べてへんかもわからへん、そんなもんよ人間の生活なんて。でも動画配信やらせてもらってるから、こうやって毎日違うもん作っていける、だからそれを見て喜んでくれてるっていう動画の配信で、みんな同じ方向向かって見てくれてんのに、アドバイスっていう意見と、喜ん手放しに喜んでくれてる意見、対立してるように見えるけど実は一緒やねんね。でアドバイスしてくれてるのがもう食の生活とか良くなるように言ってくれてる、その中で、言葉遣いを選ぶ人と選ばない人、言葉遣いを考えずに、好き勝手あえてひどい暴言を書く人、それにメリットはあっちゃないと思うね。その人の価値を下げてる。だから言葉っていうのは、対面で会った人と喋る時でいきなり初対面の人に、見た目気持ち悪いね、顔ブサイクやね、デブやねとか、痩せてんねとか、ちゃんとご飯食べてるとか、あなた口臭いよとか、そんなこと平気で言わへんでしょ。最初はこう様子見ながら、どこまでこの人責めれんねやろ、どこから始めまして、いや私こういうものと申しますけども、いやもうさ、タメ口でいいよ、いややっぱり年上なんで私はこういう関係で、いやいや全然全然うちあれなんでタメ口聞いてとか言われて、いやって恐縮しながら喋るんが普通じゃないのかな。それが普通、俗世間一般の、話し方やと思うね。なんでインターネットの掲示板、コメント、文字になるとそこが守れへんのか。それが社会のモラルじゃないのかなとあっちゃんは思います。はい、だからね、そういう言葉遣いっていうのを気をつけてたら、反対意見に対しても喧嘩なんて起こらへんと思うし、嫌な気分にはならへんと思う。まず言葉遣いを正せへん人っていうのは、人として社会人として恥ずかしいんじゃないのかなとあっちゃんは思いました。配信者としてね、配信する側でどういう言葉遣いをしようが恥ずかしいのは自分やけど、コメント欄でやってんのも恥ずかしいのは自分なんです。あっちゃんが恥ずかしい配信してるからって同じようになって恥ずかしい配信じゃない、コメントを残して恥ずかしい目に遭うのはあなたなんです。それを覚悟の上でやんのやったら、言われた時に反論しないこと。反論するっていうのは恥ずかしいから一生懸命反論してるんでしょ。そこな。だからそういうところを守って楽しくコメントしてください。はい。ということで、今回ね、問題提起してくれた人、ありがとうございました。あえて名前言えへんかで、名前ほんま出したいんだけどね、コメント欄に介入するときに名前出すなっ
出さない方がいいっていう意見の方が多いんで、今回ちょっとね、もうこれまだ分かりにくいかも分からへんけどもね、誰のことか分からへんけど、まあ本人さん気づいてくれたらいいなと思う、本人さん向けでもあり、一般意見として、ああ私もそういうところ気ぃつけようと思ってくれたら嬉しいです。はい、ちょっとね今日は今回、軽く道徳的な動画としてこの動画撮らせてもらいました。早めにあげます。今日4月の25日木曜日、午前11時4分です。はい、まあ13時ぐらいに上げられたらなと思うんで、頑張って、この動画作っていきたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんのこういう動画良かったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。で今日ねちょっとわからへんね、明日ちょっとね出かける予定であまり遅くまでできへんねんけど、できたらこのことに対してのライブもやりたいなとは思ってんねんけどもね、あんまり昼間とか夕方にやっても見て見てくれへんし、夜だいたいまあ8時9時10時ぐらいにやったらええねんけど、あんまりやるとね明日ちょっと朝から早く出たいから早くね準備して、早く寝たいなと思ってね、ちょっと明日長距離移動の予定なんでね、はい、いうことで、また近いうちまた道徳的ライブもしたいと思ってるんで、まあ、ゴールデンウィーク入ったらね、時間が出てくるんで、ゴールデンウィーク中は、道徳ライブもできたらしていきたいと思います。はい、いうことで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。みんなでコメント欄楽しくやってください。喧嘩しないで。